はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、西部編ですね、第2回やっていきたいと思います。ドアナを探すところからになりまして、ちょっと時間制限があるっぽいので、メニューを解除したらすぐに始めていきたいと思います。で、とりあえず話すだけ話すか。これ使えないかな、パチンコ。もう一応ゲットしたな。私仕掛ける人、私何もしない、あ、なんてね、あなた探す人で、ワンガンは、いや、まだ急いで探して、揃ったら私に言ってくれ。これも終わりにするときでいいのかな。探すだけじゃダメ、ちょ、いけねえ。同じ罠をたくさん仕掛けてもダメ。罠の数より種類を用意した方がいい。のんびり探してたらダメです。部屋数はあるけど罠に使えるものがあるか。向かいの店で宿をやっている。蔵が西にある。何でも使っていいよ。ちょっと入ってみよう。お、入れる。あ、なんか光ってる。薬草、え、薬草は罠と関係なくない？こういうところはない。ちょっと光ってるところっていいよね。もう信じるよ。光ってるところに物がある。あ、ちょっと右向けんな。すげえ単純だけど、4つくらいのところまでは着付け薬から薬草、薬草とかだってからオイル、まあオイルはなんか物を燃やすのに使えそうだよね。4つの鐘が鳴ったらちょっと1回戻ろう。仕掛ける時間も必要って言ってるから。こんなか、金が、あ、そいつだけは勘弁してくださいよ。店の売り上げなんです。あ、そうなんだ。今どっち調べた、金調べた。あ、いや、やっぱダメだこれ。てかよくマスター気づいたよな、2階にいるのに。ちょっと、なんだよ、そこはダメだよ。残念だったな、キッド。キッドも女性に興味はあんの？興味ないふりしてるけど。干し肉、いや、なんだろうな、その通常のアイテムなのか罠用のアイテムなのかっていうのがなんとなくわからん。ちょっと待って、もうこれはあれだよね、ただランプが光ってるだけだよね。端から行こう。ん？ちょっと待って、あ、1個鳴ったか、早えな。1つ目だ。じゃあちょっと早くねえか、もうさっさと行こう。干し肉、ピースメーカー、よくわからんけど、ダイナマイト、いいね。からさあ急げ急げ、もう2つ目が鳴ってしまうぞ。さあさあさあ、からバントライン、よくわからん。あ、なんか下行けそうだった。ちょっと待って待って待って、あ、行けんじゃん。おーい、何もないやんけ。効率よく行かないとな。って言ってもさ、どこに何があるかわかんないからね。で、下のとこも行こう。目に見えるとこだけでいいか、とりあえずは。なる？いや、ないな、これ。余計なところは探さない。次、ここ。ロードばっかりだな。あ、なんかある。あ、後ろから行かなきゃダメ。お、まずこれ。干し肉。なんか本が置いてあるけど、そういうのも気にしない。カラビン。とは機敏で火炎瓶が作れるな。時間が少しかかるが作るか。え、時間が？頼むよ。よし、こうやるんだぜ。できたぜ、火炎瓶だ。オッケー。あ、なるほど。じゃあこうやって物が揃えばあいつが作ってくれるってことね。名前忘れた。で、今のところ火炎瓶ができました。火炎瓶だけじゃどうにもなんないよな。スコップ、ここはもうこれだけでいいや。
だってダイナマイトなんてさ、もう単品でどうにかなるでしょう。ちょっとどれくらいでこう渡しに行った方がいいんだろう。オイル、お、ここもあるじゃん。フライパン、フライパンってしかもなんか装備っぽくね。人参は？ダイナマイトみたいな形してたんだけど、さっきのところももう一部屋ありそうだったな。二つ目、余裕がない、本当に余裕がない。二つ目、分かった分かった。さあさあさあ、こっちない。これ何屋さん？ここもちょっと、うわー広い、なって広さだ。ここに来たのはちょっと外れだったか。アパート的なとこかな。民家だったらちょっと物がありそうな気はしないけどな。一応覗くか、せっかく来たんだ。やばい、ムタシっぽい。次行こう。マスターが言ってたのなんだっけ、使ってくれって言ったとこ。これこっちもあれだな。よし、とりあえずアテク回収しよう。きつく役、ちょっとまだ何も言ってこないんだけど、うちの子が。で次ここ、はい、ない、本当ないよね。いや、ないよね。で、こっちにも扉がある。見逃さない、逃さない。オイル。殻。そうだよね。だって殻もキラキラ光ってるんだから。キラキラ光ってるとこしか探さないよ。それこれ。殻。クソ。ちょっと待って、マジで火炎瓶しか作れてないのがすげえ不安なんだけど。いや、探すのに5ターンかけていいかな。これ3つ目。3つ目か。で、いや、殻ばっかだな。人参、人参。あ、今ここもちょっと光ってんな。コールタール、いいんじゃない。ああ、何も言ってくんない。でした。でも部屋はこれで全部になるよね。部屋っていうか家屋は。めっちゃ光ってんぞここ。人参、バフン。いや、何すんの。いや、でも罠だからいいのか、別に。カラビンとは機敏、時間が少しかけ、ちょっと待って。いや、ちょっとこれは待って。オイルとかもうちょっと使い道がありそう。ちょっと他の人にも話してみよう。とりあえずなんか作れるかもしれん。あれ、ちょっと待って、今罠に使用できるのは何でかやった？パチンコなら自信がある。向かいで宿をやっている。え、どうすればいいんだ。強化パーツ、どこを探せばいいんだ。裏手とかなんかあったりするのかな。ちょっと最初の下の方を見てみよう。で、この下、あ、あるわ。カラビンか。ちょっと火炎瓶しかこっち提案してこないな。他あるとかマジで勘弁だよ。いや、でもさっきのさ、ロード画面の説明、なんかそんなことが書いてあったっぽいんですけど、もう一回表示してほしい。
いや、これで、これじゃない。これって時間止まってる？それでさ、見るか、さっきの画面を。なんかこれいろいろあったかな。アクセサリー4つ装備できるの？保安官バッジ。何かが上がる？え、効果がわかんねえんだけど。フライパンは物理防御がめちゃくちゃ上がるんだけど。はい。え、保安官バッジ意味わからん。まあいいや、つけとこう。生殺与奪の権利を与えられた。これで運馬どうでしょうか。無事金が手に入ったら新しい相場を買ってもらうからな。逃げ出した馬元気でやってるかな。そんなことよりそれが心配だよ。じゃってさ、何にもないところとか、家、何にもない家とか探した方がよかったか。いや、わからん。マジでわからん。ナポ作れん。ちょっと待って、もうこれで罠を仕掛けるタイムも必要だからね。本当にそうなの？頼む。罠の材料。うん、そうだな。もうここで行こう。それじゃあみんなに材料を渡し罠を仕掛けさせてくれ。仕掛ける時間は人によって違うだろうが急がねば。え、もう回避しかねえんだけど。頼む頼む。何を仕掛け。あ、これはこれで一つか。じゃあパチンコ行け、ビリー。頼む頼む。フライパンが火を、ね、仕掛けさ。こいつフライパンぶん殴れる。ダイナマイト誰がいいんだろう。スコップ、落とし穴が掘れるか。コールタール、馬はめ、あ、なるほど、これで馬の足止めをするのか。落とし穴に入れる。保安官も使っていた回転式拳銃。ピースメーカー、これ普通にあれだな、仕事が早い。スコップで、これスコップなんも男の方がよくねえか。ちょっと人参でもちょっとやってもらおうか。あ、でもこいつ戦うのかな。頼む。何をしか。お前もダイナマイト行け。こうしちゃいられない。一番の大役だ。ああ、こいつでも結構。何を仕掛けさせる。力とかどうなの。火炎瓶預けてみるか。預けよう。こいつはなんかな、クリントより役立つよ。で、一番役立つ。ちょっと待って、なんか4すくみみたいになってんな。セザールはない。セザールよりマシさ。あ、黄色いやつが一番いいのかな。よし、頼む。本館、君には何を仕掛け。戦闘頑張ってもらおう。ピースメーカーかバントラインかって言ったらどっち。ゴリア、そいつは罠にはつく。え、ダメなんだ。じゃ、俺が装備するってこと。何を仕掛け。じゃあスコップだな。で、そっからウェインより仕事が早い。頼むぜ。何を仕掛けた。で、じゃあバフン行ってくれ。ガッテンだ。頼む。何を。で、そっからコールタール行け。で、さらに、ちょっと待ってね、そっちだったらさ、こいつらでもいいんじゃねえか。私、パンチョ。パンチョリー、じゃあ頼むよ。何を。ダメ。あ、ダメだか。やっぱり装備物なのか。頼む。え、じゃあ火炎瓶なんかもうちょっと作っといてもよかったかもね。なんか作ってくんないのかな。干し肉、カラビン、人参。人参しかないよ、だって。え、火炎瓶作りてえわ。これ作れないかな。カラビン、
オイルがあれば、オイルはあるよ。もう作れない？ちょっともう話してみよう。おう、なった。5つ。頼む。何をして、オイル。いや、作っとけばよかった、そんなんだったら。頼む。いや、なんか他にもさ、使い道があるかもしんないじゃん。一応行ってきます。お前は人参で十分だ。頼む。何を。もうないよ、だって。人参しかない。お前は人参部隊だ。二人余ったな。で、あと二人が火炎瓶があればよかったのに。一応装備しよう。ピースメーカーになってて、攻撃力下がらない。素早さが上がるか。なるほど。で、こいつバントライン装備してんのか。ピースメーカー。攻撃力は上がるけど、素早さが下がるな。攻撃力重視でいこう。ここは？あれ？何これ？装備アイテム。右手？これ装備するとどうなる？よくわかんない。外そう。ちょっと。右手装備時に全性能発揮？左手装備してもいいのかな？何も持ってねえか。これ二刀流にさせるじゃん。頼むぜ。お前に攻撃を任せる。てかもうやることねえわ。まだちゃんと仕掛けてんのかな。で、ここ上は関係なくて、Wanted 5000ドル。いや、だってないっしょ、もうないっしょ。隠しアイテムとかあんのかな。時間がない。なんか説明的なのもまた出てこないから、マジで。お、なんかいる。お、頑張ってる。頑張れ。ここだよな。なんか物がやっぱりありそうなのは、後ろとかあったりして、実は光ってるけど画面に隠れて見えないみたいな。いや、ねえな。あ、これなんか今いろいろ変えられたな。6つ目だ。いや、もうやることないっす。スキル弱体全然ダメだ。労働時間が短い。ここ保安官事務所か。ここが一番なんかいいものありそうなんだけどね。まあ現にダイナマイトだったからね。てか保安官何人いるんだよ。ワンオペか、ここ。ブラックすぎんだろ。あ、なるほど。やつはまだ頑張ってんの。あ、頑張ってんな。頑張ってる姿を見るしかない。おお、早く。っていうか、アイテムだよな。ちょっと酒場のなんか向かい側見てみるか。時間ないけど。手に入れたところで多分設置ができないよね。ダイナー。ダイナーはこれだけ。どこだったっけ。なんもねえじゃんみたいなこと言ってたの。あ、ここだ。ウェインの宿屋か。7つ目。とは言ってもさ、いや、ないっすよ。で、火炎瓶を作らせてくれ。こっち側とか。こういうのどう？いや、ないか、やっぱり。さっきの、これ何だったんだろう。
ょっと見返そう、動画を見返そう、終わったら。じゃあ俺にできることはもうやった。火炎瓶は1個しか作んなかったけど、しょうがない。でこれ戻った人たちってさ、こいつまだやってんな。よし終わったぜ。待って、外にいたから終わったぜって言ったのかな。結構時間かかってんな。あーなるほど、もういいよ。それじゃあみんなに仕掛ける時間は急がねば。一杯どうだい、もらおう。いや、この辺も昔はね。お、戻ってきた。仕掛けてきたよ、悠長だな。え？一杯くれ。どこまで話したっけな。なった。八つ目だ。さあ、どう機能する？これあれだよね、レベル上げとかないからさ、これで頑張んなきゃいけないってことだよね。先頭に立ってんな、ボス。勇ましい。頼んだ罠はでも全員設置したはず。結構イケメンじゃね？荒くれ者とか言ってる割には父。三日三晩歩き通しでようやく町にたどり着いたな。別と。うわ、やられた。父ちゃん。全然イケメンじゃなかった。すげえ力持ちだ、自分のお父さんを。おお、いいね。二人人参すげえ、馬すげえな。三人一人通過したな。パチンコ火炎瓶、ダイナマイトは。ここだ、ダイナマイト。馬かわいそうだな。あと何かあったっけ？もうないか。何人通過した？出てきやがれ、さもないと坂本と蜂の巣にしてやる。おじちゃん行くぞ、マッド。行くぞ、マッド。ああ、いいね。これ大塚さんの声だよね。俺なんかより全然渋い。ああ、ディオの面を拝みにな。私も行こう。仲間になるか、今回。あんたは残ってない。万が一俺たちがやられた時、ここを守るのはあんたしかいねえ。マット、なかなか負けないよね。いいやつだな。もちろん。もちろんだ。信じてるよ。今は一人じゃない。頼もしい仲間がいる。敵は 1,2,3,4,5 人。どうなのこれ。でも15人って言ってたからさ、だいぶあれだね、ダイナマイトで4人吹っ飛ばしてるから。てめえか、ファイクたちを可愛がってくれたな。
俺の可愛い子分たちが世話になったとあっちゃたっぷりと礼をしないとな。ガトリングガンみたいなの持ってんな。今見たら背中に勝ち目ねえだろ。いや待って、お前二刀流だろ。このガトリング銃だ。弾をな、普通に。騎兵隊が二人か。ダットン兄弟、ちょっとわかんねえ。敵にリーダーがいる場合、先に倒すことで残りの敵を一気に消滅させるブレイクダウン。いやちょっと無理だろそれは。やっぱり一体ずつ始末していこう。これ高ポイント当たる？ちょ、当たるんだか当たんねえんだかわかんねえんだけど。ターゲットちょっとやってみよう。あ、いけるわ。消えな。あ、つえ！つえって敵がね。馬で引き回し。いや、ちょっとまずいんじゃねこれ。反撃マルチカウンターいいね。敵強えぞこれ。大丈夫か。戦う、なるべく動かないでいきたい。回転しながら、あ、これいいな。そう、複数いけるのがいいな。近づくか。どんだけ1、2、3。あ、 2マスしかもう動けねえや。あ、ちょ待って待って待って、なんかめっちゃ動いちゃったんだけど。ああ、待って突っ込みすぎた。あ、いけるいけるいける。で、あれどれだ、さっきのやつ。これどうディオじゃない、ディオデチコダットン兄弟、まあ、数を減らすのが最優先だから。ああれかな。おー、強い、いいんじゃないでしょうか。あげ、反撃してきた。やるな。え、やべえ、続けダメージ食らうんだけど。やばいぞこれ。おら、いけ。フォローポイントだ。あ、しびれてる、いいね。やばい、死ぬ、やられた。これって勝ち目がないんだけど。ちょっと待ってね、アイテム着付け役。あと、これ自分だけか。頼む。おお、めちゃくちゃ回復した。もう後もだりゃできねえで。やべえな。フォローポイント弾がためが入るっちゃためが入る。ピアッシング弾当たらんな。これ当たるか。こいつでかいな。でこれちょっとやろう。やっぱりちょっと待って、1個左に進もう。1個左に進んでこれ、おら、いけ。一匹始末した。馬で引き回し、レジスト。うわ、ちょっと素早さが下がった。マルチカウンターで、あとこれ次第だな。今ミスってる。結構ミスが、デタラメ屋みたいな感じか。やるね、強くね。普通に強いんだけど。ちょっと待って、もう一個きつけ役使うか。一瞬ならにする。上のやつすげえ厄介だな。貫通弾、あー、なるほど。いや、どうする。ダブルショットでこいつ殺せるか。弱点が風になってんな。ピアッシング弾でいいか。じゃあで、俺は自分回復しよう。あ、ちょ、待った、動い、散ったよ。一手がちょっと命取りになるな、これ。くらえ、31、くらねえんだけど。で、アイテム、薬草を自分で使う。あれ、傷薬だった、薬草だった、どっちだった。253、めちゃくちゃ回復すんな。
いや、すげえよ。これ死んでくれ。あ、いいね。敵の数さえ減ってくれればマルチカウンター。で、ちょっと待ってね。このタクシーバグか、タクシーバグっていうか、なんていうの、ジターバグ、待機ターン。あ、なるほど、待機時間があるのか。ヒット数15。いや、でもこうやるしかない。よし、行け。タグどうだ。反撃のリボルバーシャッキ、これ反撃はきつい。突撃ラッパー。あー、攻撃力あった。いや、で、いやいやいや、まずいだろこれ。ちょっと待って、これね、でもね、倒せそうな気がするんだよな。こいつをまず減らしておきたい、やっぱり。かい、よし。で、着付け薬を使うか。もうここで次反撃っていうか攻撃2回食らうから、それはまずいな。頼む。そうよ、あとはもう自分で自分を回復するしかない。火炎瓶いくつか、火炎瓶の攻撃が変わってないか。で、そっからフォローポイントダウンで、まあまずこいつだな。で、無難にシングルショットでいこう。51、リボルバー射撃、反撃くらう。このリボルバー射撃の反撃はめっちゃ食らうんだけど、死ぬぞこれ。あ、大丈夫か。で、フローポイントなんで消えよ。ガトリング、うおー、異常だろ、異常だろ。どういうことよこれ。もう回復できなくね、あいつ。ああ、もう死に行くか。自分の、自分のだもんな。いや、こっからもう打ち合いだ。どうする。これ当てよう。1回攻撃して星肉やって、まだいけるか。図体でかいから結構当てやすいな。いいよ、よし。何かが下がった。よし、まだいける、まだいける。近づきすぎたな。クリティカル、あ、キャンセル、なんだあれ。これさ、もう永久にこれでいけんじゃね。後ろ下がれ。舐めてて悪かったよ。いいね、いいね、これハマったな。パターン入った。何キャンセル、何をキャンセルしてんのあれ。え、ちょっと分かんねえんだけど。ステータス確認、死んでるわ。じゃなくてヘルプって何。あ、これか。ちょ、よく分かんないんだけど。停止、微量、めまい、恐怖、混乱、興奮、まあ、そういうあれでもないな。まあいいや、フォローポイントはとりあえず打っとこう。はい、いけ。あと3発くらい。どうだ、一方的に痛くなれる。物の痛み、恐怖、味わえ。威嚇射撃、所詮は威嚇だ。大丈夫だ、お前の死は無駄にしない。あと一発か。突撃ラッパー最後に自分を鼓舞して終わりだ。お前は強かったよ、確かに。だがそれも部下がいての話。お前一人じゃ何もできん、それが現実だ。マッドの死は無駄にはしない。安らかに眠れ。なんかめっちゃ邪悪なんだけど。おじちゃん、
ちゃんとなんか整列するところがいいな。やったわ。なんか、おお、なんだ、あれ、馬が出てきた。馬、え、ディオは馬に、確かに。聞いたことがある。第七騎兵隊はスー・シャイアンの連合軍によって全滅させられた。ただ一頭の馬を残して。あの馬に死んでいった騎兵たちの憎しみが集まったのかしら。かもしれんな。だからといってここがターゲットにされる言われはなくない？きっと、いや、名も知らぬ旅の人。喜ぶのはまだ早いぜ。キッド、俺たちの決着はまだついてねえ。いや、お前死んだだろ、さっき。ここはどうしよう、点点点にしよう。ディオをやるために一時的に手を組んだ。そのはずだろう。いやー、まあそうだな。そうだな。やめてよ、二人とも。二人でディオを倒したのに。口出しすんな。これは俺たち二人の問題だ。そうだろう、キッド。ああ。また転がってった。転がりすぎだろ。行くぜ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。戦闘か。だがな、俺は先ほど学んだものがある。それはとりあえずピアシングな。フォローポイントなんてちょっと近づかないとダメだからな。サイドワインダー70、ギャルだ。そう、星肉というアイテムを知ってしまった。これで能力アップ。いろいろサイドワインダー。さあ、どれだけ効く。おー、ミス。何、無駄だな。星肉の力、ちょっと待ってね。これをさ、合ってんのか難しいんだけど。これ移動されちゃわない？あ、大丈夫か。つか一撃だ。経験値はない。そういうシナリオなんだな、これは。さすがだぜ、おめえ。また転がってきた。ちゃんと掃除しろよ。しまうのか。ああ。君には何とお礼を言っていいか。おじちゃん、
金は全部俺のもんだ。ありがとう。それから一つお願いがあるんだ。あのバッジなら私はもういりません。お前無職になるぞ。形だけでない本当の保安官の資格を手に入れた気がしますから。いや証明書がないと無理だろ。お前じゃあ保安官バッジどこにあるんだよって言われたらさ、ナイスって。あんたに謝らなくちゃならないことがあるんだ。本当は金なんてこれっぽっちも残ってないのさ。何騙された。許してくれるか。金ならあったさ。意味がわからん。意味がわからんけど、や金ならあったさ。人を守ることをもう一度教えられたあんたたちに。きっと凄さで西部にその名を轟かせた名保安官。あまりの銃の腕に決闘を挑む者が絶えず、彼の町はいつしか無法者が押し寄せることになった。そして自らの首に賞金をかけ、お尋ね者となり死に場所を求め荒野をさすらう。きっと。なるほど。いやもう聞こえねえよ、どう考えても。キッドー、呼び捨てにしてんじゃねえよ。キッドなるほど、これでセーブ編は終わりだね。攻略サイトを見ながらその全員撃破したり、なんだろうな、最後決闘はしなきゃいけないのかな。なんか選択肢によっては決闘回避できたりしないのかな。ちょっとそこら辺は後々見てみましょう。クリアしてって最終的にはどうなるんだ。なんか全員集まるとかっていう感じでもなんかなさそうだしな。本当に一つ一つのお話で完結しちゃうのかな。クリアデータを作成しました。え、どうしよう、これちょっと一回こっちにやって。おお、なるほど、セーブのあれがついた。サウンドルームが開放されました。あークリア。ちょ、レベル9ってレベル上がんねえだろ。なるほどね。で、あとなんか短いやつもあるんですけれども、まあ、なんとなく形はつかんだんで、なんか近未来編がなんかバランスがいいみたいなんで、次は近未来編をやっていこうと思います。というところで今回はここで終了します。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。